リッキタルトリッキですこの世に起こりうる自称事案をスピリチュアルの観点から考察していきたいと思いますどうぞよろしくお願い申し上げます2022年の10月5日に離婚をしていたことが週刊文春により文春法ですね報じられていたしかし離婚を否定していた香原智美さんを占いたいと思うのですが 旦那様が旦那様がね経営していた事務所を今年いっぱいで退社されると同時に離婚を、まあ、認めたそうですねどういう経緯があったのかもう河原さんといえば私も思いっきり同世代ですのでうんなんか非常に興味深いですまずですね川原さんのホロスコープ見ていただきましょう 非常に強い粛清の方なんですね土曜日生まれの静粛の方正義と反逆の星ですねしかし甘露地に当たっておりまして非常に甘い日に生まれてらっしゃいます甘露地の影響でですね一見のんびりして見えますが内心はやはり非常に強い策略家ですねで強いカリスマ性の証明としては まあ近年ね。だいぶこうお太りになられたんだけれども。それでもやはりこうまあ、可愛さというか、華原朋美っていうキャラクター自体は崩れてないんですよね？まあ、いわゆるこうカリスマ性でうん。保ってるみたいなまあ、保ってるって言い方はないけど、うん非常にまた。そして。 かつての栄光とかがあると、やっぱもう出てきたくないっていう気持ちにもな,なっちゃうじゃないですか。そう、衰えた自分を見せたくないみたいな。だけど、この華原さん、そういうこと、恐れないんですよね。自分の弱さも、こう露呈できる強さを持っていらっしゃる方だと思います。で、実際ですね、名理がですね。質問、名義に当たっていらっしゃる方です。運気盛大であり、非常に自己主張が強い方ですね。 さらにででですすねダブル獅子が当たっってらっしゃる方です本命級が子死級さらに静粛自体が獅子級に属してますのでこのダブルで獅子の影響を受けてる方なんですね。で川原さんは乗馬やられるそうですが獣勝理がちょっと面白いんですね。暴れろばっていうねなんかうんそんな感じがします。 で一つ暗示としてはですね、親の愛情をふんだんに受けても意外にうまく消化できない方でもありますね。こう愛された分その愛の恩返しみたいなことがちょっと苦手な方なのかなっていう気はします。今年はですね満門貫禄位に当たっておりまして来年中盤に向けて運気は上がっていきますね上昇していきます。 波紋が在白位に当たってらっしゃる方なんで金にまつわる話は良くも悪くもずっとついて回る方ではないでしょうか昨日香原さんの歌聞いてたんですけどもうやっぱ懐かしいんですよねなんかねもう世代なんでそんなに方角私勤めて聴かなかったですけれどもやっぱカラオケとかねこうショップとかね買い物行った時ショップとかでやっぱ流れてるの聴いてるから。 すごいなんか懐かしいただただ懐かしいで改めて聴いてみるとあこんなにいい曲だったんだなっていうのを改めてね、まあ、当時は私洋楽に凝ってたんであんまり日本の音楽は分かんなかったんですけど今改めて聴くとあ本当こんないい音楽だったんだなっていうのすごく思いますよし行こうかよし では人生のターニングポイントをまた迎えようとしておりますカ原智美さんのエネルギー磁場見てみたいと思いますうんめいうんペンタクルのページ今は一人にしといてもう疲れたわでもお金は大事といったとこでしょうかねなんとなくカ原さんらしいというか そして5盲目的な部分もあったけれどもキリキリのところでバランスをとって生きてらっしゃるとなんかそういうスタンスがん,んかエネルギーになってしまってる方かもしれませんよね。まあ長いこと芸能界っていうね不安定な世界で生きてらっしゃる方なんで。名語そしてタイ。 愛にはもううんざりだけれどもなんとかこれから一歩踏み出せそうって言ったとこかなもう一旦疲れたけれどもうんこれでまた、うん、ひとしきり疲れたけれどもこれでまたもう進んでいけるって言ったとこかなごた体逆ごた体シャドウで入れますドンおおこれはワンドのナイン 私に触るともう容赦しないわよみたいな怒るわよって言ったとこかなそして5あスターですねかつての栄光やっぱりそれがそのきらめきが原動力になってますそして今の状況に来ていてさらにタイと。 うーんやっぱり傷ついていらっしゃいますまあ当たり前だけどね本当に愛してらっしゃったと思いますね裏切られたっていう気持ちうわー悔しいっていう気持ちがやっぱトラウマになっちゃってまあ未来に向けてこう浮遊していくでしょう消すことができないトラウマのようなねやっぱりショックなのではないでしょうか最後行きましょうドン うん、力の逆位置まあ今回の結婚をうまくやりきれなかったコントロールできなかったといったところかなそういう悔しさみたいのが出ています河、まあ、原さん自身非常に強い方なんでやっぱりうんやっぱうまくやれんかったっていうところが悔しさがにじみ出てるような気がしますこんなん出ましたいかがでしょうか なんか昔はなんかー原さん歌下手だ下手だって言われてましたけど改めてこう聞いてみるとすごく聞きやすいんですよね聞いててなんかすごくうん疲れないっていうかすごくこう聴きいい声でなんかうんいいなあなんて思ってまあこれだけどやっぱ年齢的なものとノスタルジーもあるんでしょうね若い頃はあんまりそういう風に思わなかったんだけど年を経てなんか改めて聞いてみると、はあほんとんかいいなあなんて,思って昨日結構ね聴いちゃいましたね YouTube で。 まあだけどこのねターニングポイントを経て川、まあ、原さんまた何かどういう展開を見せていくのかっていうのはねちょっとうん注目ですよね。私なんかもう本当に同世代なんでもうまだまだ頑張ってくださいという気持ちで見ております。よしこ 私を気圧式きこしそしてまたいいのすこれ生命無限の波動の波紋のはえいえとは いいね、コメントチャンネル登録いつもありがとうございます大変励みになっております今回もご視聴ありがとうございましたリッキータロットリッキーでしたそれではまたバイバイ